こんにちは、ビーハイヤーの松村です。今回は私がプレイした、アプリの感想ということで、動画を上げております。旧トランスフォーマー帰ってきたコンボイの謎、こちらのゲームプレイしてみました。まあもともとですね、ファミコンで発売されていた、トランスフォーマーコンボイの謎というゲームがあったんですけれども、まあ、こちら一部で、カルト的な人気があったゲームです。まあ、どういったことかと言いますと、ものすごく難しいと、まあ、そういった要素を持ったゲームだったんですね。で今回、そのコンボイの謎が、まあ、トランスフォーマー、ハリウッド作られたということもございまして、まあ、一つ、アプリでもですね、配信されております。まあ、なのでですね、難しさ、再現されている、そういった話で、まあ、私ファミコン版の方はプレイしたことなかったんですけれども、まあ、確かにこれはですね非常に難しい。もうステージもですね、固定なんですけれども一向に前に進めない。これはどうしたことかと、まあそんなにゲームに慣れていないというのはあるんですけれども、まあそういった意味でですね、私、僕、俺、ゲーム得意だ、得意です、そういう方がいらっしゃいましたらですね、ぜひ一度プレイしてみてはいかがかと思います。まあ、DLE さんといえば、鷹の爪、とかですね、天才バカフォンとか、まあ、そういった部分で、ね、人気かと思うんですけれども、実はこういったアプリも作っておりますということで、ぜひともですね、まあ、そういった部分も楽しんで見ていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。